蒼ちゃんは私のこと好きなの？どう言ってほしい？思った通りを言ってほしい。好きだよ。そっちはどうなの？まあいいや、分かった、帰ろう。余裕だね。なんか余裕。分かんないんだろ、自分の気持ち。俺のことが好きだったら、久我さんから電話もらった時、プロポーズの手紙もらった時、その場で断るはずだろ。こうやって俺を呼び出したのもちょっとパニクっただけだよ。分析するようなことばっかり言うんだね。なんか冷静、こんな時冷静でしらけるよ。悪かったね。じゃあ何、結婚前の一夜のアバンチュールとかに付き合えばいいわけ？じゃあ俺どうしろってんだよ。分かんない、分かんないけど茶化してほしくない。だって振り回してほしくない。終わりですよね。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。長い間お世話になりました。
ました。ました。なんか寂しくなるな。ね。まあ、先生するともいいけどね。そうじゃん。いや、でもまた遊びに来ますよ。先輩こう見えても人一倍寂しがり屋さんだから。じゃあ、そうちゃん元気でね。あ、俺。冬美にちょっと相談したいことあったんだけど。私に？うん、あ、じゃあ日改めてまた電話する。いや、久しぶり。お帰りなさい。あ、いいな、なっちゃんにお帰りなさいって言われるの。なんかさ、帰ってきた甲斐があった。いらっしゃいませ。うん、コーヒー。元気だった？はい。そりゃよかった。久我さんもお帰りなく。そう、ちょっとアメリカナイズされてない。なんだよ、失礼だな。ごめんなさい。久我さんは、うん？久我さんはいつも変わらずそこにいるんですね。え？どういうこと？うん、大人でなんか安心で、いつも同じ距離で私を見ていてくれて、動じなくて。そんな大層なもんじゃないよ。うん、それなのに私はあっち行ったりこっち行ったり。いや、言えない俺がその悪かった。手紙読んでくれたよね。でも一緒に来てくれって言えるような状況じゃなかったんだ。海外行きが持ち上がった頃に前の奥さんと揉めてるのがピークでさ、娘のために復縁しないかって。しなかったんですか？何言ってんの。なっちゃんがいてそんなこと考えるわけないじゃないか。なんで、なんであの時それ言ってくれなかったんですか？ごめん。だけどそれはなっちゃんには関係ないから、巻き込みたくなかったんだ。なんかカッコつけてんのかな。おじさん。ありがとう。気持ち変わったの？もう俺とやっていく気はないのかな。久我さん、いいよ、何言っても。何でも言って。どうして、どうしてわかるんですか、私の心の中。そりゃわかるさ。電話の声おかしいし、手紙の返事も来ないし。でもまあ今日会って、いつもの夏希ちゃんで、正直ちょっとホッとしたよ。あたし、うん？あたし、何でも言って。ごめんなさい、うまく頭まとまんない。そう。
分かった。今日はここまで。今度会うときに聞かせよう。頭がまとまったら電話した。はい。まとまんなくてもさ、会いたくなったら電話した。そんなこともうないのかな。じゃあ。責任とか取って結婚しちゃうタイプよね。ああ、でもあれよ、これで二人で寝たっていう既成事実にがんじがらめになって結婚までいっちゃったらね、それはそれで悲劇よ。恋愛とセックスと結婚はね、別なんだから。そうなの？いや、よくわかんないけど、ほら大抵女性誌にさ、そういうふうに書いてない？知らないよ、女も。俺はほら、冬美さんの意見が聞きたい。あら、そうちゃん、もうやっと分かってきたじゃない。もう今になって私の偉さが分かった。恋愛の神様と呼んでちょうだい。あ、ちょっと、そうじゃなくて、じゃなくて、夏希の気持ち。ねえ、なんで自分で聞かないの？人のこと先に考えるから。俺に向かって本当のこと言わないと思うんだ。そうちゃんと同じだね。人のこと先に考えるところ。分かった、聞いてみる。いい部屋だよね。これで管理費込みで63,000円。だから人死んでるって。でんのよ、ここ。嘘嘘でもさ、なんでモテる時ってまとめてモテるんだろうね。ん？だってさ、ね、ばらけてモテれば人生いつもいつも幸せじゃない。ね、モテる時ってさ、集中しない？私、小学校3年から5年までがピークだった。遡るわね。でもさ、いるじゃん。いまだに俺は小学校5年生の時、バレンタインランドセルチョコレート8切れそうになるぐらいいっぱいだったとか言うやつ。いるいる、うちの部長も言うよ。下駄箱にね、靴が入んなかったんだって。今はさ、保険のおばさんのさ、ギリチョコだけなのにさ。ね、私、常々思ってたんだけど、下駄箱にチョコレート入れるっていう感覚信じられないんだけど。だってさ、食べ物じゃ、それ靴入れるとこ置くか？ね、そうじゃない、そうじゃないのよ、そうじゃない。今日はね、真面目な話なのよ。何よ、改まって。夏希？ん？え、私？夏希は、久我さんと総一郎とどっちが好きなの？おっと、いきなりストレートパンチ。どうなのよ。分かんない。私、分かるな。夏希は両方好きなのよ。久我さんのことも総一郎のことも。だってさ、両方いいやつだもん。そうかな。そんなこと今までなかったんだけどな。でも私もそう思うな。春子が言うように、きっとどっちも好きなんだよね。まあ女性史的に言うならば、同時に
二人の男の人を好きになってしまいました。なんかそれいい加減な女みたいでやだな。そうじゃないよ。ん？そうじゃないよ。いい加減なのは二股かけて嘘ついても平気でいることだったり、相手を傷つけても平気でいることだったりで、同時に二人の人を好きになる気持ちは責められないよ。だよね。じゃあさ、質問を変えよう。どっちとやっていきたいと思う？人生は恋心だけじゃ埋まんないんだよ。それは久我さんかな。前を歩いてて振り返って手を差し伸べてくれるのが久我さんで、いつも後ろにいてずっとそこにいてくれるのが宗一郎。私はでも前にいて手を差し伸べてほしいんだと思う。それでその手をつないでずっと一緒に歩いていける、久我さんと。歩いていけると思ったよ、宗一郎とああいうことになるまでは。今はただ二人とも傷つけたくないって思ってるだけかな。夏希、誰も傷つけずに生きていくなんて無理なんだよ。呼び出してごめんね。ううん、どうしようか。部屋行こう。夏希の部屋。え？ちょっと話があるんだ。いい部屋だね。うん、東京タワーね。ここから見えるのよ。うん、まだ明かりついてないね。そっちだってそういうつもりで部屋入れたんだろ。久我さんと寄り戻せばそれでいい。これで最後にしよう。そうちゃん何言ってるの。俺もナズナと寄り戻すから、それでお会いこでしょ。
優しくしただけだよ。同情ってこと？それ以外何があんだよ。俺夏希に言ったろ、あんたのこと女として意識してないって。同情で、同情で私と寝たの？帰って、もう帰ってよ。バイト辞めたの？うん、あのね、就職先決まったの。青葉西病院の調理室で病気の人のご飯とか作ったりするんだ。もうすぐ研修始まる。よかったな。うん、ありがとう。楓くん、なんか元気ない？よく分かんなくなった。小林にファストフードで働いてるって言われて、心配だから見に行こうと思って。でも本当にそうだったのか。ただ自分が会いたかっただけじゃないのかって。そんなにうまくいかないって。立場逆転だな。やったね。そうだ、今日は私が楓君のこと駅まで送る。本当はね、たまには楓君のこと見送ってみたかったんだ。付き合ってる頃はいつも私が送ってもらってばっかりいたじゃない。そうじゃなくて、たまにはずっと遠くなって楓君の背中見ていたい時もあった。楓君にはいろいろ心配かけてごめんね。
じゃ嫌になっちゃうよね。嫌いになったこと一度もないよ。本当？あ、ただ悩んだり困ったりしたこともあったけど。そっか。その時は分かんないね。時が過ぎるとその時のことすごく霧がスーッと晴れるみたいに分かるみたいなところあって、私楓くんにちゃんと愛されてたんだなと思って。いい恋だったんだなって思って。正解？大正解。今日は来てくれて嬉しかった。私のこと心配してじゃなくて、楓君が来たいと思ってふらって来てくれて嬉しかった。こっちも会えてよかった、うん、会えてよかった。ちゃんのことが分かんなくなったって言ってたよ。いいんだよそれで。久我さんと結婚するってなんか曖昧。なんだそれ。でも分かんないっすよ俺。なんでわざと嫌われるようなことするんですか。先輩夏希さん好きなんでしょ。あいつは久我さんと一緒になった方が幸せなんだよ。だったら正直にそう言えばいいじゃないですか。わざと嫌われないことするなんて、なんか俺そういうの嫌だな。俺だって嫌だよ。嫌だけど夏樹は自分だけ幸せになるなんてできないんだよ。嘘も方便ってわけですか。本当は先輩正面切って自分より久我さんのことが好きって言われるのが怖いんじゃないですか。そう言ってほしいよ。先生だったら今表にいますよ。近所の子供たち集めてサッカーやってるんです。
よし、戻った、上がれ。なっちゃん、汗かいた。こっちも。ごめんね、無理って。うん。久しぶりにスカッとしました。さてと、ここまで来てくれたってことは、この間の返事かな。Yes or no?私考えたんだけどよく分かんなくて。それで桑さんの顔見た時決めようと思ったんです。俺の？ええ、その時の直感。あれ、じゃあもうちょっと綺麗にしてくれよかった。ヒゲ伸びてない？いいえ。で、結婚したいって思いました。桑さんと結婚したいって思いました。でもできません。できないです。どうして？私桑さん裏切りました。桑さんいなくなって寂しくて辛くて、それで一人でいられなくて。それ楓君、寂しくて辛くて一人でいらんなくて、はい、それだけじゃないでしょう。好きだったんでしょう、彼のこと。好きでした。付き合ってんの、楓君と？いえ、まさかその。一度だけです。
正直だな、なっちゃん。すいません。今の気持ちを教えてくんないか。嘘つかないで正直に。桑さんのこと好きです。前みたいに。ううん、多分前よりもっと。でももうそれを話してくれたってことはもう僕とやっていく気はないってことかな。ごめんなさい。いや、こっちがあやふやのままっていうか一度別れたみたいなもんだから、うん、しょうがないよ。さてと。ごめんなさい、送ってもらっちゃって。いや、じゃあ。なっちゃん、乗り越えらんないか。それ二人で乗り越えらんないか。さっきなっちゃんが言った直感、僕を見てすぐに思った直感、大事にしたいんだ。結婚してほしい。熊さん、もう手放したくないんだ。一生君と一緒にいたい。冬美似合うよこれ。あ、もう私の髪型なんかいいから。ね、で久我さんなんだって。3月25日にニューヨークにまた立つから、その時一緒に行こうって、もしその気になってたら。で、なんて。うん、だから25日までに考えますって。どうすんの。どうすんすか。行ってもいいのかな。いいのよ、夏樹の人生よ。もう幸せになんないと。でも、あ、宗一郎だったら大丈夫。まあ、あいつよくわかんないもんな。何がですか。うん、私がいなくなった方がせいせいするのかもしれない。ナズナちゃんとまたより戻すようなこと言ってたし、
私なんかどうせ遊びだったのよ。またバカですよね。ちょっとエンド、一体先輩は何を見てきたんですか。エンド、一回やって綺麗さっぱり忘れようって言われて、それが先輩の本心だとでも思ってるんですか。エンド、なんでそれ。そんなのわざとに決まってるじゃないですか。夏希さんが久我さんのとこに心置きなく行けるように。ちょっと待ってよ、待って。なんで宗一郎がそんなことすんのよ。なんで私を久我さんのとこに行かせようとするの。いや、それはあなたが言ったからでしょ。え、一緒にやっていきたいのは先輩じゃなくて久我さんだって。ちょっとどういうことよ。いや、だから冬美何言ったのよ。そうちゃんに何言ったのよ。先輩だって夏希さんとああいうことがあって、そりゃ夏希さんのこと好きでしょうよ。好きでしょうとも。でもなんか男気っていうやつですかね、自分が身を引いた、そういうことですよ。その人が幸せになれないんだったら付き合っちゃいけないと思うし、相手を苦しませるって分かってるような恋はしちゃいけないと思うな。じゃあ自分の気持ちは捨てる、もしくは心の中で凍結させる。っていうか、なんいや、いいのいいの、いや、よくはないんだけど、ほら、僕たちは一度ちゃんと別れたわけだから、俺、なっちゃんを置いてニューヨーク行ったわけだから、それはいいんだけど、夏希ちゃんは良くないらしくて気にしてるんだ。君のことを好きだとも言ってた。いや、今も多分好きなんだと思う。あいつ久我さんとやっていきたいと思ってますよ。え、それが本心です。さあ、今さ、なんか心の底からホッとした。あいつのこと許してやってください。いや、許すも何も、悪いのこっちだから。君はそれでいいの？え？僕は夏希ちゃんニューヨーク連れて行ってもいいのかな？俺は夏希が幸せであればそれでいいです。わかった。じゃあ
皆様、大変長らくお待たせしました。ただいまより新郎新婦の入場です。皆様、盛大な拍手でお迎えください。そこが遠藤のいいところ。味ってもいいよ。カメラが、あ、来た。本日遠藤和也君と福美さんはごく近い友人に囲まれ、麻布セントポール教会にてにぎにぎしくもおこそかに式を挙げられましたことをここにご報告いたします。あ、この度は和也君、久美さん、本当におめでとうございます。私、遠藤君の中学からの友人で近いですよ、先輩。遠藤君とはその後、高校も大学も一緒に進んできました。いわばガッサレーであります。さて、遠藤君はその昔からくばらんな性格とシャイなスマイルで数多くの夢を迎えていました。故に合コンをすれば必ず始まりの光景という何やってんの。我々はほぼ連携を疲れまいりで泣かした女は数知れず、そのフォローする役目は必ずそれも落ち着けられたものです。中でも年上女性というのは彼らの不意中の VV でした。しかし、数々の登場年上嫌いぶりがよ。こんばんは。夏希の時も撮ってやるよ、もしこっちで式あげんだったら。あ、断髪式。何を明らかに言ってる。相撲取りにでもなるかなと思って。いつ行くの、ニューヨーク。なんで私もニューヨークに行くの。久我さんと行くんだろ。行かないわよ。なんで。なんでも。お前自分の年分かってんのかよ。これ逃したら次ねえぞ。いいもん、宗一郎にもらってもらうから。俺はもらわない。俺は一生もらわない。嫁もらわないの？一生独身？違う。夏希を嫁にはもらわないっつってんの。さて、それではブーケトスの時間が来ました。久我さんいつ戻るって、ニューヨーク。さあ、いつだっけかな。もう戻っちゃったかもしれないな。お前な。あ、ブーケだ。ふゆみね、私にブーケくれるって。あ、ちょっと待って。何、ちょっと痛い。あれ、夏希。夏希、聞いてくれ。俺お前のこと好きだよ。でも女としてだけじゃない、心から大切なんだ。いつか夏希言ったろ、俺のこと自分の一部みたいなもんだって。俺も同じだから、本当にお前には幸せになってほしい。それにほら、お母さんいい人だし安心だ。でも
な夏希、最後に一つぐらい俺に言うこと聞かないか。久我さんとこ戻れよ。嫌な人と出会えたことを神様に感謝してんの。神様に感謝すんだよ、俺に感謝しろよ。そうだね。そうだね。楓くん、みんなもう二次会行くでしょ。待っててくれたの。うん、なんか帰ってくるような気がして。Thank you。 夏希さんは、うん、ちょっと出かける用事あるから。してください。私と結婚してください。許さないよ。それがなっちゃんだから。なっちゃんだって後悔しないでしょ。はい。本当はさ、
最初のプロポーズの時にそのダッシュボード開けてごらんなんてカッコつけてさ渡すつもりだったんだけど、途中から雲行きが怪しくなってきたからまんまにしといて、でも会ってよかった。ありがとうございます。いやいや あ、そうかそうか確かにお預かりしました。よろしくお願いします。失礼します。いいよ、みょうごだもん。まあね生まれたら知らせてね。うん、もちろん。ねえ、50分でしょ。もうそろそろ行った方がいいんじゃない。そうね。あ、ね、あれ、あ、そうだ、あれ。なに、あれ、これ、これ、冬美とね、作ったの。ここでドレス着るんでしょ。その時つけて。ありがとう。夏樹、こういう色似合うと思ったんだよね。ね、ドレス着た写真送ったね。はい。じゃあみんな、どうもありがとう。元気で。元気で。お幸せに。ありがとう。ありがとう。じゃちゃん、僕が呼んだ。
君にとって大事な人だから。わざわざ来なくてよかったね。最後まで生まれ口叩くやつ。どっちが？総一郎。後ろから見送ってる感じがするからなんじゃないのかな。視線が優しい、見届けてあげてるっていうか。飛んだよ。
俺まだ戦い続けられるかな。私応援するよ。ありがとう。ヴァンパイアだ。勝手に入んなよ。頼んでないけど。なくなったら買ってきてあげるよ、ビールと一緒に。何やってんだよ。なんか恥ずかしいね。